ミワという言葉に古代の方々は狼という字を当てたので、大神神社と書いて大神神社と読みます。大神神社は日本で最も古いお社と言われておりますけれども、現在もご神体は三輪山でございます。普通はご神体と言いますのはご本殿の中にお祭りされるというのが全国の神社の一般的な姿ですけれども、もともと日本の神というのは自然界のあらゆるもの、美しい山ですとか海に浮かぶ美しい島、滝ですとか大木であるとか大きな一枚岩であるとか、そういうものに神様がいらっしゃるということで日本人はお祭りを行ってまいりました。そういう祭りの姿が時代とともにだんだんとご本殿にお祭りするという形に変わっていく中で、大神神社は、三輪山が大変美しい姿をしておりますので、そのお山をご神体として、お祭りする、現在でもそういう古代の神祭り形式が残されているのが一番の特徴でございます。古代の姿を残しているという姿を保ちながら、近畿地方を中心にしまして三輪山ということで親しまれておりまして、非常にたくさんの方々が毎月毎年お参りに必ずお見えになる、そういう祈りの場であります。ことも非常にこういう庶民的な姿があることもまた魅力でございます。日本最古の書物の古事記にこう書かれております。九州から来られた初代の神武天皇が橿原のお宮でご即位になって、で妃にふさわしい方はどなたであろうか、それで、お探しになりましたところ、三輪山のふもとに三輪山の神の御子である五十鈴姫の御子という方がお住まいであると、その方がふさわしいでしょうということになりまして、それで神武天皇は三輪山の方にお越しになったわけです。するとそこには笹百合がたくさん咲いていたということが古事記に記されております。その五十鈴姫の御子様は現在奈良市の諫川神社でお祭りされておりますけれども、その6月の御霊祭にはふるさとで、あります、三輪山で笹百合を飾ってお祭りするというのが今でも続いております。笹百合の花はこの近くの山裾にたくさん咲いていたそうですけれども、戦後いろいろな環境の変化、動物の被害によりまして激減してまいります。平成になって豊年公という方々が笹百合を復活しようということで、笹百合の花を植えてくださり、お世話をしてくださって、それで笹百合園というお花園を作りまして、毎年5月の下旬から6月の上旬にきれいにお花が咲いて、たくさんの参拝の方々が、そのお花をご覧になって喜んでおられます。日本書紀によりますと、第10代の崇神天皇の時代に国内に疫病が流行いたしまして、天皇が大変憂慮されまして、どのようにしたら国民が疫病にかからずに平和に暮らせるのかと占いをされたところ、三輪の神様がこうおっしゃいました。私の子供の太田種子という方を神主にせよと。そして、天皇がその方を探しましたところ、太田種子が見つかって、祭りをする祭主は見つかったと。次に天皇は美味しいお酒を奉納しようとされまして、
当時高橋村というところ、今の天理市の北部になろうかと思います。そこに幾比という方がおられて、この方に美味しいお酒を作るように命じられます。幾比の命は一晩一夜で大変美味しいお酒を醸造いたしまして、それを狼様にお供えし、天皇もそれをお召し上がりになりましたところ、大変美味しいお酒であると幾比の命にお褒めの言葉がありました。幾比の命が答えるのには、このお酒は私が作ったお酒ではございますけれども、三輪山の大物主の神がお作りになったお酒でございます。天皇様、国民が久しくお栄えになりますようにという歌を残しました。高橋幾比の命は以後大変おいしいお酒を作った当時の祖先ということで、現在も拙者の幾比神社の方でお祭りされておられます。時折酒蔵の方々がひっそりと参拝されておられる姿を拝見いたします。11月14日に醸造安全祈願祭、いわゆる酒祭りが行われまして、11月頃というのはいわゆる新酒の仕込みに入る季節でございます。その頃に酒の神様の大神神社で酒祭りが行われる。全国各地からお酒がお供えされます。現在約300社ほどお供えをいただいておりますけれども、日本酒、焼酎、ウイスキー、梅酒、お醤油、泡盛とか、いろいろ醸造に関するあらゆるものがお供えになります。ご神木である杉の葉を丸く束ねた杉玉は、室町時代の洛中洛外絵図にも記されておりますので、絵図の酒屋さんの軒下に杉玉がかかっておりますので、どうやら室町時代にはそういう風習があったようでございます。三輪山の酒の神様である大神神社の御神木である杉の葉を束ねて丸くすることで、お酒もまたまろやかな美味しいものになるっていう風な考え方なんでしょうかね。酒の神様であります大神神社の境内地で酵母菌が見つかればということで、その日奈良県の技術者の方々、また酒造組合の皆様が30人ほどお越しになりまして、土や木の幹の皮、葉っぱですとかいろんなものを採取されて、その中に当時偶然ササユの花が咲いておりましたので、このお花もいただけませんかということですので、ご了解いたしまして、奈良県に提供いたしましたところ、ササユの花の中からお酒に醸造できるような酵母菌が あるということでございましたので、いろいろ試行錯誤をされながら、どうも日本酒として、自然界から新たな酵母菌が見つかったということで、発表されたわけでございます。2011年に酒造会社の方から新しい酵母を取りたいというお話がありまして、お酒の発祥の地の、大神神社で取れればすごくいいなというお話があって、我々と酒造会社の社長さん、それから大神神社の関係者の方と共同でお花を採取しまして、でそれからだいたい1年から2年ぐらいかけて分離してきました。境内にある植物を、まあ、ありとあらゆるものを採取しまして、どれかが取れればいいなということで、可能性をできるだけ広げたいということで、いろんな植物から取っていきます。2012年から開始しましたので、商品化が2015年ということで、まあ、3年だいたいかかっています。お酒に使える酵母の種類っていうのが決まってますので、そういう酵母が取れてくるかどうかっていうのが賭けみたいなところがありますので、まあ、実際同じ種類の酵母が取れてきた時っていうのはすごく嬉しかったですね。アルコールを作る能力の
にもある金株によって差がありますので、たくさんアルコールを作るかどうかっていうところの見極めがなかなか難しかったところになります。山の神の神っていうのはそのカモスっていう語源にも通じるということなんで、お酒にふさわしいであろうということで山の神酵母というお名前にしていただきました。わかりますかね、白っぽいところ、こちらが山の神酵母になります。こちらの酵母を奈良県内の酒造会社さんに配布しまして日本酒を醸造していただいてます。当時の宮司さんが山の神と命名されました、その酵母菌が見つかって、お酒ができたということにつきましては本当に、満天の星空から新しい星を見つけるような確率だということでしたので大変驚きましたけれども、やはり、当社が酒の神様だっていう言われるゆえんが、あ、こういうふうに、見つかるんだなと、こう目に見えない力というものを本当に実感いたしました。日本酒らしい味わいはあるんですけども、その中でもちょっと酸味がありまして、でリンゴ酸がたくさん出るという特徴があるので、ちょっとフルーティーな感じはすると思います。大宮神社のところがお酒の神様なんで、そういうところをちょっと思い浮かべながらこう楽しんでいただけたらなと思います。はい。